土石流災害からの復旧復興を目指すのは住民だけではありません。土石流の被害を受けた熱海市の伊豆山港を立て直すため、地元の漁師がクラウドファンディングを始めました。その背景には行政だけに頼れない事情がありました。復興って言われてる動きが出てきたんだけど、復興よりもまだ復旧ができてない。伊豆山港の漁師、松本早人さん、46歳です。タコが取れ出したりしたときに、すぐタコ壺を入れられるように。サザエやイセエビの漁が盛んで、ダイビングスポットとしても有名な伊豆山港。しかし去年7月の土石流災害では、港に土砂が流れ込み、大きな被害を受けました。ここはシャワー室と、更衣室、あとトイレの建物だったんですけど、まさか山の土で壊されちゃうとは思わなかったんで、この砂は溜まってもしょうがない。この砂の上にある茶色いのは言った泥、こういう細かい泥がどうしても水の中でもあって、それがどうしても湿気のたびに巻き上げられちゃうから濁りになっちゃうっていう。港は今も前のように使うことはできず、漁師たちへの補償もわずかしかありません。一日も早く港を元通りにして、思いっきり漁をしたい。漁協の理事を務める松本さんは、仲間とともに市や県に掛け合いましたが、行政の対応はつれないものでした。発災当時の時は本当に県に聞くと市に聞いてください、で市に聞くと県に聞いてくださいって、そういうような感じで、一応言ってみますって言ってくれてるんで、それを信じてずっと待ってたんですけど。伊豆山港を元通りにするにはおよそ2000万円かかり、松本さんたちにとっては莫大な金額です。粘り強く何度も掛け合い、ようやく国からの支援を受けられるようになりましたが、心は晴れません。一回断られて、そこで諦めて帰っちゃって、あれしたら多分この予算は出なかった。何回も何回もお願いして、それでこの予算がつけられたような。国と漁協からの補助金は合わせて1700万円。これでは正直足りません。ここの建物とかの向こうも直すんであれば自分たちで直さなければ。そこで考えたのがクラウドファンディングという方法でした。松本さんたちのもとには連日寄付とともに温かいメッセージが寄せられています。皆さんコメント入れてくれて、そのコメントに勇気づけられるんで、より一層頑張って早くこの港復旧させたいなって、力強いです。何としても港を復活させる、松本さんの強い意志が復旧復興の支えとなっています。